か四五郎はゲームできるのかよ。そんなこと言うのこいつの恐竜。そんなこと言うなよ。このステージは面白そうだからやってみよう。クリア率 10% ならいけそうだね。ぶっちゃけ 0% ならいけるけどね。ゼロは無理だから。さあ行ってみよう。変なブロックはどうなんだこれ。パワーで降りてこよう。パウブロックだよ。それを投げて敵を倒すんだよ。そうなんだ。これを取って投げるって言ったことだけど落ちたら意味ないから。これ難しいよ。誰もクリアできないよ。ヨンゴロが下手なだけだけどね。落ちないように工夫できないのね。全体に行った時に投げれば大丈夫かな。いい感じに進んでるね。気持ち悪いよ。俺できたな。こいつは全然臭いわ。臭いかどうかは分からないけどね。かなり上手くなったな。もう本気で先生行くわよ。そんなのないわ。それは卑怯でしょう。次はこのステージ行ってみよう。クリア率 30% だからいけちゃいそう。目指せ一発クリアだ。いきなりやられてんじゃないよ。気を取り直して行ってみましょう。とてもブロックからキノコの山を出して。キノコの山じゃ大きくなれないよ。ここからもう急激に行っちゃうか。絶対にミスしちゃうよ。絶対にってなんでこの子に行かなくてがあるんだよ。勢いで行くから食らっちゃうんでしょ。人手じゃなくてスターだから。それでガンガン行っちゃう。また勢いだけで行ったらミスするんじゃないの。僕は誰だと思ってんだい。って誰だって。自分で忘れるなよ。お豆ヨンゴロでしょ。大丈夫です。進んでしょ。はい、やりとく。慎重にプレイしないから。でも勢いで時間がかっこいいでしょ。はい、やりとく。落ちてる。しょぼいミスやめてよ。食らわない方がいいんだけどね。簡単なステージやってるからだよ。次のゲームもお楽しみにしてるな。チャッ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 チャンネル登録よろしく。